はい、皆さんこんばんは。はい、土曜日の午後9時になりました。はい、土曜日の夜9時はね、私と一緒にジョイさんで遊びましょうのコーナーでございます。はい、ジョイさんですね、風景や、私ね、できます。それはゴーカーってあって、そういうゲームでございますね。はい、今日もね、私と一緒に、お散歩したいと思っています。ぜひお付き合いください。いただきます。今日ね、ジョイさんでございます。Google のね、ストリートビューってことですが、道路をね、Google カーって車がありまして、ね、屋根にね、この360度撮影できる、そういったカメラを積んでるんですね。それで、こう、日本か世界中あちこちをね、撮影しまくってるわけです。で、それで、その中の1枚写真が出てきて、それがどこか当てるゲームなんですね。はい。で、ただね、当てると言ってもね、漠然とされて、本当に地図で、ピンポイントでコッとさせなきゃいけないわけですね。で、ね、もちろん Google カーですから、世界中、まあ一部のね、許可権とか別ですけども、大概の国をね、世界中を、その Google カーが走り回ってます。ですから、その Google カーをね、走り回っているので、世界が一応舞台になってしまうんですけども、さすがに、外国がわからないです。国当てだけのね、カントリーストリークっていう、そういう、モードがあるんですよ。その国当てだけでもね、無理はっきり言って。難しいわ、あれだから、一応、日本限定でさせていただいたと思ってますので、よろしくお願いします。で、日本のね、一応ね、こういう運営の方で、すでに、こう、ジャパンっていうのがね、あれを作ったんですね。だからこのジャパンっていうのは実はね、問題数がすごく少ないんですよ。はい。だいたいね、これね、9700問題。これね、あれよ。9700問題かな。でね、ライクリスマップな。あ、違うわ。違うわ。あ、お願いします。ありがとうございます。じゃあ、3000問とか言ってたかな。これ9700ライクやね。ごめんなさいね。ね、3000問ぐらいしか入ってないって聞いてます。そうするとね、3000問はダブってきちゃうんですね。ですから、そうすると面白くないので、自分でね、マップを作ってね、ゲームを当ててます。ね、世界地図から、日本の地図をグッと囲むんですよ。そうするとね、問題数がすごく増えるんですね。で、それでダブりが減るので、それでやっていただくと思ってます。ただね、これね、マップを作るとかなんて言うと、有料会員だけなんですね。でもね、1ヶ月が1ドル99セントかな、なんかそのぐらいの金額なんで、高いゲームじゃないのでね。で、私はその有料会員になっていただいて、その機能を使っております。はい。で、それで、足からご覧ください。で、マイマップスで、やっていくわけです。マイマップスからね。はい。一応、非種族に、ね、作ってますね。はい。まあ、日本の範囲をぐっとしていくわけです。で、問題数が、50万以上。はい。ロケーション50万以上あります。ですから、まあ、50万って、まあ、大変かかるのはないです。重なってもね、覚えてないですから。はっきり言って。覚えてないですから。ですから、まあ、楽しくゲームできてますので、ぜひお付き合いください。全部で、5問です。はい、5問でございます。5問を、で、セットでやってますので、5問を今日やっていきたいと思ってます。で、もちろんね、ピンポイントで、それはバッチリ当たってるというなんで、まあそれめったにないですよ、はっきり言って。はい。もう多分GPS の誤差もありますしね。なかなか当たらないです。もちろんバッチリ当たった人はもちろん、その場合は5000点満点です。だから、この誤差が出れば出るほど減点されていくという、そういう必要でございますね。はい。5000点満点は5問ですが、全部で2万5000点満点です。今夜はね、2万5000点満点を目指して頑張っていただいたので、ぜひご期待ください。ただね、これストリートビューですから、標識とか、看板とか出てちゃうんですよ。それをね、まあ、ウェブ検索しちゃうと、すぐ分かっちゃうわけですね。だからそれはなしで、ウェブ検索なしでね、頭の中の検索だけでね、ぜひお願いしたいと思いますので、お願いします。もしね、知ってるよって場所がありましたらね、ぜひぜひ、私の方にアドバイスください。もしお願いいたします。ただで、今日も、早速やっていただきますね。はい、これね、気を消して、はい。はい。それでは、1問目ですね。今日もね、一応、デフォートセッティング。要するにね、
写真、ストレートビューの中を自由に動き回る。ね。移動も自由。時間無制限という、一番そう基本的なパターンでやってみますので、よろしくお願いします。それでは、第一問です。もちろんね、街の中が一番簡単です。これ、山の中だね。最悪はね、海の上です、海の上。わかんない、海の上。わかんない。遠くに芝から見えたんですかね。いや、わかんないですね。まあ、それは別にね、とにかくまあ、街中に出ることね、祈ってやってみます。それでは、1問目。まず、街中来い。こちらが、はい。で、1問目、スタート。街じゃなくてよー。はい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 、はい。お、町じゃないけど、銀閣な。はい。これまだ町ですね。はい。ちょっと郊外の町かな。うん。もう、なんか山に囲まれてる感じですね。どっち行ったらいいかな、これは。これは結構難しいな。どっち行くか、それで運命を変えるじゃな。これ、なんか山、こっちかな、やっぱりな。はい。じゃあ行きましょう。レッツゴー。特に何もヒントはないんですけども、ないな。ヒントないな。なんかないか。何もないね。はい。これが一応メイン通り。メインっておかしいけども。だいたいこれの広い。これがメイン道路かな。はい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 。どっち行ったんやろ。いや、人家の方行こうかな。そうだよね。はい。人家ね。こういうところにも書いてあるね。書いてなそうですね。はい。何県かぐらい分かったらね。確かにですね。何県かな。家の感じがすると結構南の方かなって気がしますけどね。雪が降りそうじゃないってことですね。はい。畑じゃない。田んぼかこれ。なんだこれは。ちょっと見、遠くて見ると分かんないな。はい。はい、なんか、こう出るじゃんね。はい。そのまま過ぎたことを出てる感じですね。はい。あー、なんかあるよ。あーじゃよし。こういうところだからね。わかんないね。はい。これね、タイトラック、トラックでわからんかな。とか標識ない標識。標識、看板。なんだなこれも違うな、普通の看板だな。はいはいはい。普通の標識かね。どうしようかな。どっちはこっちはどうだ。和光寿司。なんか一応分からへんな、その寿司やな。こっち山かな。じゃあね、できるだけ、ふもとに行った方がいいからね。あ、どっちか。分かんないな、これ。これ、盆地？とりあえず山、町の方行こう。はい。町の方、町の方、山のない方行こう。あ、なんか出るよ。MLT チェック。あ、なんか入ってない入ってない何か入ってない調子いいんじゃないのか。あ、なんか、なんかね。電柱とかもあるんですけどね。書いてあるけど、電柱ってね、すごい道路からなんですね。だから、あんまりね、当てにならないです、これ。あ、なんか、あ、看板、看板じゃない、看板。よし、看板。よし。いい、あー、これ何かじゃないな。よし、いいだな。わかるね。じゃあね、住所の音ではないんだけどね。はい。はい。なんかだよ。はい。桜堂整骨院。市街局番とか、ちょっとわかんへんかな。デミーゴ。デミーゴって関東かな？関東な気がする。はい。で、はい。これ、バス停。わかんへん。何これ。なんか循環バス。はい。ね、よくね、最近、地方自治体があって、循環バスですね。はい。結構僕、好きだったんですよね。地元のバスが走っちゃってしまってね。はい。消されてるやん。ちくま市？ちくま市ってことあれじゃないの？ちくま市？豊川町。ちくま郷。ちくま市どこなの？消されてるよね。市町村合併で消えちゃった？つぶつぶ？あ、こっちにある。こっちにある。よし。つぶつぶ？つぶつぶだね。あー、ちくま市かな？ちくま市ってどこ？ちくま川？じゃあ、長野県がどっか？ただ、これ消されてたから今ないかもしれない。
きましての。長野県とかな。横断歩道あったね。横断歩道あったら学校はない。ないか。ちょっとじっくり見ててね、今日ね。今日はね、一日ちょっと忙しくてね、なんかもう、がっつり疲れちゃってね。本当に、本当に。久しぶりに遠出もしたしね、今日。あ、なんかあった、いいのがあった。これ、これ、これ。これ待ってるな、これを。はい。待ってるね、君。君は待ってるな、僕は。君は。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、あの、こっちだ。あ、長野県だな。長野県、18号。これじゃわかんないな。でも、長野県間違いないね。はい、聞きました、そうだね。はい。専門じゃないけど、わからへんな。長野県だな。18号は違うよね。はいはいはい、はい。はい。まだじゃあ、どうぞね。はい。ここにヒントないかどっか。ヒント、この辺に。はいはいはい、はい。ヒントヒントらしきものが何もないな。よいしょ。はい。ちくま市か。内川みなみ。ちくま市。北に行った長野県だね。そうだね。勉強もか、ちくま市あるかな、ちくま市って。あの、消せとか、でも、まあ、あるんだろうね、多分ね。ちくま川。ちくま市。どこだ、ちくま市。ちくま川って言ったね。あずみ、あ、これか。あったわ。18号に出る道路。あー、この辺か。ねえ、これ場所どこ？生ペイのか。ちくま市の内川みなみ。まっすぐと内川になる。あー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 あれあれ消えちゃったよ、おい。世界のやつなの。あ、これか、マウスだ。ごめん。マウスに戻るとかするのあんだ、これ。触っちゃったよ、おい。あ、どうしよう、これ。こっち行ったら進むか？進むか？行った？あ、戻った。戻っちゃった。あ、これ怖い、このマウス。あの、これ、あの、ダイソーでね、あの、500円で買ってきた。Bluetooth マウスね。結構ね、使い勝手いいの。これ、あ、怖い。これ触ったら怖いわ。やばい。あれ持ってた。また近いやんか、もう。あ、違う。僕あっち行ったな。あっち行ったね、あっち行ったね。わー、もう難儀やな、これ。難儀やわ、これ。さっきなんだよ。バス、あ、いいじゃん。いいじゃん。まあいいや。石川みなみね。石川。わからないなぁ。この標識じゃ何度もあれ。わからない。これわからないもんね。違う違う。ああ、あっちゃった。あ、どこ行ったの？え、こっちが？あ、こっちだ。こっち標識何もないんだな。なるほどな、標識が。あの、案内標識ね。よし。よし、こっち、これで見るか。上田と長野の間道路。剣道マンも何もわからへん、これじゃあ。ああ、もう。でもこれ怖いわ、このマウス。ちょっと気づかなあかんわ。ちくま。上田と長野の間。あー、この辺？この辺。で、右、あるかな？地名が。だから、多分、これ、え？ちょっと待って。右に、右、こっちやね。だから、東に行くと18号だから、で、西っか、この道路じゃないのこれ。多分。この道路だよね。多分ね。
なんかこの辺で、なんか探そうか。あ、で、違った。これ、あ、これ見た。え、さっき何だったっけ。あかん、気を使ってたらあかんわ、ダメだ。ダメだ。ダメだ、気を使ってたらダメだ。内川や、内川や。全然違う。内川や。内川になに。ファミマがある。この辺かな、違うな。あ、だから信号ないし、これ。ああこれからの、違う、違った。どの辺やあと、市役所前。違う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 。これが私、違ったなぁ。ああ、残念。今日疲れてるなぁ、完全に。もう今日声変わってるでしょ、これ。ねえ。ローソンがある。ローソンあるかな、ローソン。ローソンがあるって。さっきのところのかな、タローソン。な、タローソン。多分この道路だと思ったんだな。違うかな。長官、密体数みたい。うちだ。ないか、あっちゃって。ないか。そう、ないか。こうやって見て、ゆうちゃん、八丁早かったじゃないな。ない。あ、これじゃない。これじゃない。内川に行って。さっき内川にはこれじゃ。これ何、ね、お、これ。来たよ、来たよ。ここだよ。はい。来た。ただ、この辺からいいじゃろうな。だよね、たぶんね。わかった。はい。じゃあ、ちょっともう一回スタートしてもらおうか。あ、スタートしてもらいます。8名です。はい。僕は、これは、南行ったね、南。南行って、で、この、脇道があって、はい。あった。はい。で、さあ、南。南へずっと行くと、あ、こう三角形の部分ね。あね、これがめちゃくちゃ出てるね。はい。南行くと、はい。で、これどうぞ、そう出た。こっから僕は、あ、北へ向かったんだな。はい。北へね。ちょっとさっきあったんじゃないこれ。これここあ、これっぽいぞ。和光市あったね。あったね、和光市。あったね。これ、あったぞ。はい。わかった。でも、こっからいいだな。こっから。で、さらに、僕は、なんか悩みがあってたよな。はい。こっからね。で、この道路は、なんか悩みがあってたね。これ違うかな。さっきの道どう戻る？戻って、僕どっかでやっけ？わかんねえ。わかんねえ。どっかが無理だよね、確かね。ならねえね。あ、これかな？さっきの、ああ、違うか。これかな？あ、もっと向こうか。ちょっと待って、もう一回伝えてもらって、はい。こうやって、はい。なんかこれ、あ、これだよ、ほら、なんとかほら。これ。マロニエ。マロニエ。これしかないよね、これね。なんかね。あ、そうだね、これね。はい、マロニエ、はい。さあね、この辺だよ。はい。来たー。マロニエさんとかやな。はい。結構、あ、これ2軒目だね。2軒、生体、わかりにくいな、これ。生体すると2軒目の、よいしょ。端っこぐらい。あ、こうだよ。まさにこの辺だよ。この辺だよ。この辺だよ、だいたい。
よっしゃ、これぐらいだよね。はい、端っこぐらい。そうだね、端っこだね。はい、ね、はい、はい。反対向いた、まあ、か、わかんないね、これじゃね。これ大きいからわかんないね。はい、こっちだけを目印にして、整体すると、端っこぐらいかな。ちょっと端っこに、ね、あ、こうか、まっすぐね。ちょっと端っこよ、あ、端っこかな、そうだな。はい。この辺でいいかな、この辺でいいかな。はい、こっちも。よし。はい。よいしょ、はい。それで、1問目は長野県の千曲市かな。はい。長野県の千曲市ですね。はい、千曲市ですね。はい、それではいきまーす。1問目。よし。来い。おやったー、1問目カツラメーター来ましたー。ありがとうございます。やったー。お、1問目カツラメーターよ。これさ、さすがいいよ、これは。あ、さすがいいね。いやー、嬉しいなー。1問目カツラメーターだ。いやー、感謝します。いやー、よかったー。あー、嬉しい。はい。10メートル判定でした。はい。では、2問目いきます。町の空き地や町中あったので、町中。町じゃないぞ。何これ何これでかい矢印。町じゃないなぁ。客もない風景。うわぁ、嫌な風景だ、これは。うわぁ。何この顔、あ、ダム湖だ。ねえ、ダム湖だね。はい、ダム湖上がったら、なんと、あ、何これ、矢印が全開の、これ、何これ。うわ、すいません、キモ、あー、これで行く前に行かへん。多分これ、通行止めやな。はいはいはい。うわー、読めそうで読めないし。なんて書いてあるの、これ。あ、行かへんね、これ行かへん。行きません。無理です。はい、残念。ダム湖だなぁ。うわ、めっちゃ向こうに肝。あ、違う。あ、これ、はいはい。あ、違う。行こう、はい。あー、何これ。これ、なんか気持ち悪い。あ、気持ち悪いな、これ。うぅ、何これ、うわぁ。さあ、来ました。うわぁ、何これ。うわぁ、気持ち悪いな。こっち側、あ、なんか硬い。石の塔。うち町林道なのかな。あ、秋田県だー。秋田県のどここれ。うち町林道、秋田県。これはわからない。秋田県はわかった。うち町沢か。鳥獣保護区。秋田県。なんて書いてあるこれ。これわかんない。秋田県なかったな。内町林道、石の塔、秋田県だ。はい。秋田県ね。秋田県って、うわ、なんだこれ、いや、気持ち悪いね、これな。よし、これ何だろう。ほい、あー、読めない。微妙に読めない。よいしょ、あー、気持ち悪いよ。こっち、なんかある？何も書いてない。トイレかな、これね。おトイレやね、たぶんね。はい。うわ、気持ち悪いな、これ。いやいや、これ。しかも、すぐ知ってるとすぐいかへんし、これ。うわぁ。何これ、うわぁ。もっとちゃんと処理してよ、なんか。ちょっとすぐいかへんし、これ。なんだこれ。よいしょ。秋田県分かった。秋田県のどこのダムやこれ。何ダムこれ。うわぁ、なんか気持ち悪いな、これ。嫌なパターンやな。秋田県分かった。はい。あ、なんか語る。嬉しいぞ、これは。秋田県の大館市五色湖緑地公園案内図。大館市の五色湖ですね。はい。わかりました。で、大館市ってどこ？
こっち聞こえとこ。秋田県大館市五色湖。大館市これね。はいはい。五色湖ってどこや。これか。あ、あった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 。あったぞー。はいはいはい。で、橋かかってたよね。これか。あ、トイレあったよね。これね。これじゃないの？これ。あの橋って、ちょっとね、もう一回スタートチームだよ。スタートチーム戻って、はい。戻って、この橋って東西？あー、東西だね。はいはい、東西だね。はい。だから、これ、この湖で、東西の橋ってこうしかないね。これはもうダムだからね、これね。だからこうしかないね。ここだよ。これだよ。はい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 。来ましたねー。来ちゃいました。この辺だよ。しかもな。多分ね。山間だよ。はい。これが2つですね。はい。で、これがわからへんねんな。水がな。これ、もともと水ってどの辺にあった？この辺？多分、もうこれね、だいぶダムが干上がってるよね。だから、この辺かな、その水面って。そんな感じだね。だから、この辺か、これ分からへんね。ちょっと。南を向くとなんか見れちゃう？南を向くと、おい、あー、まあ、ダム見えるね。はい。正対すると、正対数と、わからんな。これちょっと、これほぼ南？コンパスをね、あ、ちょっと待って、変えます。よし。よし。はい。これで、あ、これです。南を向くと、南を向くと何だろう。この給水塔は、ちょっと外れるんだな。でもこれ乗ってないね。給水塔は乗ってないね。乗ってないよね。これは分からへんなぁ。ちょ、もう一個。コンパ持って、戻して。はい。よし。これは分からへん。でもこれ、こう正対すると、やっぱり来たんばい見るかな。この直線の、来た感じは、まあ、明らかにあのカーブが近いよね。これね。ここに来たね。いけるかな1個、2個。あー、いかれへんわ。あー、さてね。はい。わかれへんな、1個、2個。しかも、シビシャイシ、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個。10対、4個ぐらいか。10対4。5対2。ここなもんかな？これいいかな、もう。これいこう。わかんないよ、これ、はっきり言って。はい。秋田県の大館市、五色湖の、かかる橋の上でした。はい。いきます。それでは行きます。2問目、いきます。よし！ああ、原田ジューダーああ、どうだジューダーが。はい。あ、ここあーここかー。なんか、こっちの方がだいぶ近いね、聞いたけどね。ああ、そんなもんかー。はい。わかりました。はい。いいでしょう。じゃあね。では、いきます。半問目、いきまーす。街中中や。よし。よし。さあ、ああ、町はね。はい。これ高速じゃないか。一般道路で橋かなんかあるのかな？なんだろうこれ。一般道だね。はい。なんだろう。どこの町や？
よし、伊藤さん。あ、北海道だよ。ドゥやん、ドゥ。ドゥやんか。ドゥで、なんか、これなんだろう。わからへんね。だから、ここじゃなくって、どっか。ああ、でもこっちやな、こっちっていうのか。こっちへじゃね。はい、ドゥです。ドゥでーす。北海道ドゥでーす。北海道か。あ、曲がれない？あ、曲がっていっていいのかしら。よし。あ、ここに何これ。タクシー。タクシー。わかれんな、わかれんな。よし、曲がっていこう。じゃ、違う。あ、なんかある？ダメだよね。そんぽけパン。ねえ。はい。はい。おい。おい。おい。さあ、来ました。ここでなんかわかんちゃうかな。多分ね。ああ、ライブ！キモ。今日気持ちいいな。注文しようぜ。行った、違う。あの、この、どう行ったんうわぁ、気持ち悪いな、今日。気持ち悪い。あー、今日気持ち悪いね、これ。よいしょ。この道路行ったん、道路でね。この道路行ったね。なかなかね。はい。あー、こっちか。よいしょ。はい、こっち。あの看板、この標識、待ってたよ、君よ。待ってたよ、君は。お友達やからね。お友達。はい、お友達、どこや、これ。え、千葉？手鹿が水位。ちょっと、手鹿だけじゃわからへんな。53号がある。あー、何の足だろ、これ、一体。何の足？あー、これか。53号、あ、釧路市だ。釧路市栄町。はい。53号線。釧路、53号線。釧路市栄町。はい。釧路か。何え、有料、1ヶ月かな ?7000。いいなぁ。安いなぁ。釧路市、栄町。ははは。釧路市。53号線。ちょっとね。53号。53。手しかがって待ってから。手しかがってこっちだね。はいはい。53号は手しかがだよ。53号。なんだろう。境町。あ、これか、53号って。あった。53号。あ、これかい？あー、ここじゃないの？これ。53号はこう言ってるから。あー、これ。この足。はい。なんだっけ？あー、これね。はい。これ、坂井さんじゃないのか。違うか。でもここだよね。間違いなくね。はいはい。ここじゃないよね。おじさんが待ってね。はい。よし。とりあえず、あった。よっしゃ。帰りね。帰り、まあ、これにね。これね。ここからだよね。はい。で、タクシー乗ります。はい。さっきのあの道路が見えます。で、あの、分け道はこっち見えます。で、高架道路が、ね、あの、橋ね。橋があって、家が1軒目、2軒目。はい。家2軒目。あー、この辺かな。こんな感じだね。はい。この家2軒目、整体すると、家の、3分の1ぐらいかな。3分の1ぐらいかな。この辺かな。
この辺かな。ハムチ。うん。この辺かな。形は、ああ、でもなんか、こう、え、な、何これ形はちょっと違うな。違うね。これでいいかな。ハムの位置。よし、これ行こう。よし、これ行こう。じゃあこれ行こう。よ、はい、北海道、釧路市でした。ね、はい、よ、ハモンいきます。あ、よかった、ドゥーでも、よかったわ、はい。はい、行きます。ハモンいきます。よし、ゴー来い、おおおあ、出た来た来たー釣られたーこいつ2回目いったーやったーおすげえ !2 回だよ、本日。いやー、1回で。いやー、やった、嬉しい、あ、ダメだ来たねー、あや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 、どうなったの一体どうしちゃったのか一体、いやー、2回目ですよね、いやー、嬉しいわー、寒いでね、いやー、今日は調子がいい、ありがとうございます。それで、それでは4問いきます。4問目、はい、街中来て、街中来て、街中、街中来て、4問目、街中来い、街、街、町じゃないな、これは。町じゃない。どっかの公園？公園かな。草千里？ん？そんなんじゃないか。あ、なんかわかる。新宮橋。言われてもね、どうかしね。一応山は二つ山か。一応、強い山を下るから強いからね。あっち山登ってっていうのね。はい。はい。どっかの橋です。橋です。新宮橋です。はい。草すりかと思うよ。ちゃうかな？どこやろ？どこやろ？これなんかすごい綺麗だよね。はいはいはい。ね、なんか、待って。これは、雪国だよね。あ、両方にこう、道路ね、あれがあるからね。雪がしかしそんなに降らないね。降るけど降るけどね。降るけど、そんなにない。だって、ポールが短いからね。さあ、どこや、これ。よいしょ、よいしょ。これ、何これ。はい、観光地、何、あ、ほんまにか。何や、なんか、こう、標語、標語だ。はいはいはい。観光地。観光地やね、多分ね。はい。これがもう観光地やね。だから、ないのね。はい。ほら、走りでもね、多分わかんないんだよね。川とかだとね。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい。あれ？バクちゃん今。なにこれ？なにこれ？真っ暗だし。え、真っ暗だし、何これ、ああ、ゲイだ。何今の、ちょっと向こうに出せ。ちょ、あ、ちょ、ちょ、ゲイだ。今、バックしたね。あれ、行かない前。え、嘘。行かないよ、おい。よいしょ、行け、行け。嫌な感じだよ。あ、ちょ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 、何これ、いかへんし。わ、真っ黒や。あれ、データ落ちてこない、あら、一丁真っ暗やし。何これ、あ、違う違う、見た。あー、なんか通信回線が不安定でもないけどな。OBS 見たらね、一応グリーンだって言ってるから、そんなに不安定じゃないと思うね。なんだろう。まあ行こう。行こう。もう期限過ぎない。あとはもうヒントないもん。これ何でもないもんし。はい。これヒントないもんないやんか。これ、マジで草セミがどっかじゃないのこれ。ああ。でもしかもなんか重たいな、これ。ああ、消えたか。なんでやろ、これ。
で、調子はね、回線はそんなに混んでないんだよね。いかへんね。あ、じゃあじゃあ。これパソコンの調子はいい？やっぱ、あ、そうだよ。やっぱりそうだよ。これ、くさせんだよ、これ。これ、わかんねえぞ、くさせんだから。これはちょっと、わからへんぞ、これは。え、くさず？くすなよ、あそ、空中国立公園は、それはわかったよ。これは困ったねー。多分臭すぎると思うんだけどなぁ。でもわかんない。あ、臭すぎるんじゃんかな。どこやろこれ。あそはあそはなぁ。あそうだよ。いやな、ほんまに。これはどこでしょ、これは絞り込むの大変や、これ。何もない。あ、なんかじゃん。あ、なんかじゃん。あー。南小国町。南小国町ね。はい、こんばんは。よろしくお願いします。南小国町。佐伯と南小国町。さあ、わかるか。南小国町わかるか。南小国町どこや。小国町あった。南小国町どこや。あ、これか、あったあった。あったあったあった。北へ行くと南小国町。今日の境目ないやんか。え？境目どこ？これ何が置いてどこや。え？正面境目ない。え？何が置いてるんだね、これね。境目これか。はい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 。これで、多分この道路か？どれやろ？南小国町。これ？これか？いやー、これわかんねえわ、これ。南小国町に入る道で、入って、直線だよね。はい。右に回っていう。はい。これじゃない。この境目。点々見ます？見ます？点々見ます？これ点々。見ます？この点々があって、直線の、これじゃない。これも違う。あ、では。てんてんどうぞ。あ、これか。てんてんこっちや。てん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 。これか？左に曲がってんの。あ、右に曲がってんの。違うわ。これ違うわ。これも違う。これも違うね。左に曲がってるから。直線直線だよね。ん？道路の感じだったっけ？あ、直線だよね。直線でこういうとこって言った。これ、ここかい？この道路？これ、マゼのミステリー道路？これも違うね。これ？これ？大口や、これ大口やね。あ、違うわ。こっちや。
南大町。この道路じゃない。こんなぐにゃぐにゃ回ってないし、でも、右に曲がってるから、じゃあ、どうだっけ？ああ、これか？これだよね。これなんかあったっけ？左側に。ちょっと持ってみようか。左どうだったら、こういうとこだ。はい。ないかな、その道路。なさそうだね。ないなぁ。ないねぇ。ああ、そういう道路ないなぁ。いやぁ、これはちょっと、難問ですね。国道なんかな？ああ、けど、もう、これ嫌やな。でも、これ、右にカーブしてないところじゃないね。ちょっとやっぱし、ああ、きれいだ。これ、データが破損してんやな。出ないだ。はい。あ、どうだぞ、これ。これ、右。これ、どうか、これ。よいしょ、はい。あ、どうだぞ、これ。え、じゃあ、これか、やっぱし。これか？この道路左に回っていく？あ、回っていくね。これか。こんなに距離は離れてなかったぞ。あー、案外この辺で標識が立ってたかな？でも道路はこれ左に回っていくから違うよね。違うね。ってことは、まあ、こっちか。この、やっぱり道路の通りいっぱいやから、国道っぽいかなって思ったのかな。え、どうだったっけ？国道。あ、これ。これかな。ちょっと場所が違うんだけどね。そういう感じだね。でも、あ、どうか。曲がっていくしね。これは乗ってないんか。これか。これしかない。多分、この道路かな。ああ。訓練しようか。はい。立ちに思います。はい。さっきの、なんかあの、ね。橋というか、道路が、今、これ、何ぼや。ちょっと、北西に向かっていっている。北西に向かっていっている。で、カーブしてる。こうカーブしてる。これは、こうカーブの、まあ、ここかい？ここ？この辺？うん。この辺やね。この辺だね。はい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 。よし、ほい。で、さっき、もし行くと右に向かうのね。確かね。ほい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 。よいしょ。はいよ。これはちょっとかなり難しいよ。ずーっと走っていくと、よいしょ。こんな足乗ってないよね、全然ね。地図にね。で、これ回ると右に回ると消えるんだよね。消えちゃうんだよね。確か。あ、消えない？消えない。さっきのな。よし、はいよ。はい。これでほぼ北に戻った。あ、で、これでさっき言って南向いちゃうね。はい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 。だこの辺、この辺のカーブだよ。ここへ行く直前かな？この辺かな？ああ、もう別に写真持ってね。はい、写真持って、はい。で、あ、もう直線だよね。こっちね。
で、カーブに入る直前。だね。そうだね。ここは直線だね、ほらね。わずかに曲がってんかな。微妙。微妙。まっすぐすっと、わかんねえな。このカーブの、この辺か。これはわからない、これは。怖い怖い怖い。これはわからない。これはわからない。なってなんもないもん、目印が、これ。これわからない。ちょっとカーブ入ってんだよね、これね。ね。あ、か、入ってたってんだよね。入ってんだよね。この橋なんか全然乗ってないし。いやー、これよか。しゃあないね。はい。私も、諦めて。熊本県の阿蘇市ですね。はい。阿蘇市ですね。はい。なんか有名な、なんかハイウェイから、なんだこれ。ドライブウェイからね。はい。熊本県の阿蘇市でした。あー、ちょっと、だいぶ早いと思いますけど、行かない。行きましょう。はい、じゃあ、4問いきます。クッシュ。あー、離れた !19 の、ギリギリの先生。入ったー、ここかー。でも、これ言われてもね、わかんないよ、これ言われてもこれ。あと、この差ってないじゃん、聞いて。もうちょっと顔に言っちゃったんか。いやー、わかんない。はい、よかった。まあ、ね、はい。これ、次、これ、5問目かな?いきます。じゃあ、頼むか、待ち上げてや。頼むで、待ち上げてや。待ち上げてや。はい、頼む。待ち。はい。5問目も簡単かな。そうだったしね。待ちやけど、限りなく北海道、違うか。あ、じゃあどここれ。これわかんないなぁ。あれか、こ違うなぁ。一応、こういう場合、あ、どっちだろう。これ難しいなぁ。ちょっと土屋台行ってみようか、土屋台まで。一応、土屋台まで行って帰ってこよう。はい。西へ向かいまーす。あ、なんか。本田技研。おー。本田技研ですよ。どこや、本田技研。言えばいいよ。難しいじゃないですか。本田どこや、本田さん。おー、本田って名前だよ。なるほど。本田や、すげー。本田技研さんや。はいはい。じゃあ、はい。ここは?あー、もう何もないかな。はい、どっかの工場街だけど、あー、でもこれ、公園なのかわかる。あー、ま、牧ヶ丘公園。多分本田県のかな、ほら、有名だろ、これ。あー、なんだ。待って。よいしょ、よいしょ。これなんだね。ヤマトメッキングって言うこと?まあ、メッキングだし、メッキング。パッキングだから、メッキングだよ。ああ、メッキング。メッキ?ああ、こっちでダメないな、これ。ダメないな。反対行こうか。ね。ダメないね。だってね。はい。反対行こうか。ちょっとここに、チェックポイント。言っといて、勝ち進みます。発線変更。反対向きます。反対向き。よいしょ、信号、本田技研だよね。本田技研、何しちゃったっけ?何しちゃったっけ?何で
浜松市やったっけ。あ、すごいね。ほんとほんとほんとなんですね。すごいな。あ、こっちか。こっちや。そや、こっち。はい、こんばんは。本田は静岡県から。そう、静岡県。あ、だ。静岡県何県だっけ、浜松だったっけ。何か、何か、あれ固まってるんじゃないかね。本田利権。どっかね。看板。静岡県だとすると、仮定すると、南に行った方がいいかな。茶色が山やだね。ああ、聞くわけだ。本田利権。本田利権ってどこだったかな。本田利権。本田利権ってどこだったかな。まあ、本田、ね、工場さんはあちこちあると思うから、一概に本社とは言えないかね。あ、なん、ある、ある、看板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 、来い、看板、あー、来た、いし。さ、よっしゃー、さ、看板来たぞ、はいよー。なに？え、マオか。マシコ？チクゼ？マオカ？マオカってどこ？マシコ？静岡じゃないような気がする。なんか。違うかな？マオカ。485。マオカ。マオカ。マシコ。マシコって、東郷方なんじゃなかったっけ？マオカって聞いたことあるね。どっかにあるよ、マオカって。何県だ？県がわかんない。わかんない。はい。えっこ焼きは関東です。関東？関東か。マオカって聞いたことあるね。どっかで。マオカ。マシコ。これだけじゃ分からへんか。多分静岡じゃないんだけど、確かよ。ああ。マシコ、どうやら、じゃあ、どこだに分からへんな。マオカ。マオカって遠くせ、遠くせに、ちょっと待って、あった、これだ。見つけた。マオカ市、あった。もうおかしだな。確かに、もうおかしね。もうおかしね。もうおか。485。408。西へ行くと正規光る。はい。栃木県から。そうですね。じゃあ、これですね。西へ、これ。東へ向かうと、まおかしがある。400、あ、これか。あった、今がちゃった。408と、316が、こうなってるわ。これかー。あったぞー、これ。これだ。あった。これ、本田家。これだよ。これじゃない。違うか。僕、485線は取ってたね。で、取ってて、マオカ市街だから、マオカ市街が、こっちでしょ？僕、南側向かってるから、こっちだね。多分ね。あってん。ヤマト運輸なんかあってん。これ、なんか、これかな？これ、本田県はないぞ。あれ？本田県がないぞ。あれ本田県がないぞ。これ秋の句ごめん。あ、違うわ。これは公園があったよね。あ、これか、本田神社。あ、あった、牧川公園だ。あった。
か、この辺かな、この辺かな、ちょっと一回、ね。はい。いきましょう。じゃあ、スタートしてみます。ピコーン、はい。さっきの、交差点がこれだね。はい。で、で、公園がこっちにあったね。あ、こうやったね。はい。まあ、ここだ。で、この中間だ。さあ、これどこや、どこや、これ。これを寄せる？これは結構厳しいぞ。大きなった。こんな分かんねえな。これかな、大きなった建物。この辺？この建物が、これかな？これかな？こっち、こっちに行って、ここに一つ一軒家があって、で、さあ、離れて一軒家がある。でもこれ本田さんやね。本田さんがあって、本田さんがあるよ。あれは本田でしょ？よし。そもそもか。これが本田でしょ？で、もう一軒、これか？あ、これ、これもどういけないっけ？これかな？あ、分かれてるね。これはね。だから、これとこれがこれだ。で、さっきのこの長い、これね。はいはい、この、出っ張りね。これだよ。だからやっぱ下手に思うよ。そうすると、もう建物が、こっちに見える。そして、これが、この建物かな？はいはいはい。この辺だよね。この辺だよね。これも、難しいなぁ。1個、2個やな、はい。で、1個。いいと、行き過ぎか。難しいね。この真ん中のこれは乗ってないよね。これね。これは乗ってないんだよね、これね。だから、これと、これと、これの間。だから、だいぶこっち。この辺。どうかな決まりになるね。この辺。難しいな、これは、ちょっと。これは多分中間じゃないしな。ちょっと手すりだ。もう一個。よし。これ真ん中。真ん中。はい。よし。これ行こう。はい。なんか、5問目、意外にあっさり聞いたんですよ。誰だ？本田さんのね、会社だったけど。こっちは会社の、工場のマークがない。消えたんかな？あるわ。ごめん。あった。怒られるわ。はい。というわけで、これ何県？栃木県の真岡市でした。はい。真岡市ね。はい。栃木県の真岡市な。はい。ね。はい。栃木県の真岡市でした。はい。いきます。そんなにいきます。くっす。来い。出た。では、2位だ。まあ、一応、2位だね。もうちょっとこっちか。残念。はい。ね。はい。以上でました。はい。ということで、それでは、ビューサマリーいきます。ほい。はい。今日は、北海道から九州でしたね。四国から出ませんからね。はい。沖縄県から出ませんけど、
一応北海道から九州だね。はい。ね。ゲームプレイダウン。ね。ダウンしよう。はい。はい。で、ちょっとこれ押すとね。ね、はい、ね。はい。こんな感じですね。はい。ちょっと見にくいな。見にくい。変えられへんね。変えられへんね。はい。これね。ね。はい。一問目、いきなり、ゼロメーターですね。長野県の千曲市ですね。ああ、よかった。一問目、いきなりゼロメーターですね。失礼しちゃったな。ああ、あとはですね。はい。二問目、ゼロメーターですね。二問目が、ちょっとね。あ、秋田県。あとは、大館村の、五色湖ですか？ダム湖ですね。はい。あれはもう全然見えてなかったですかね。緑の、あれは全然当てじゃないですか、聞いて。なんだよ。はい。だけど、写真なんか見たらね、もう完全に渇水状態ですかね。全然当てじゃないですかね。そこは一応、事前に見えたんで、しました。はい。3問目。よかったね。3問目は、釧路市。はい、釧路市ですね。はい。北海道で、ゼロメーターって珍しいですね。今日はね、5問中2問がゼロメーターだからね。よかった、よかったですわ。本当に。ああ、嬉しいわ。おすぎやな、おかしいな。はいはいはい。で、4問目が、九州の阿蘇山。これは、お厄介やったね。ドライブですか？あれは、ちょっとわかんなかったな。何問なら、なったね、石田さん。なったのね。お前は、橋も乗ってなかったしね。ただ単にカーブ、どれ変化って、カーブね、どれ変化って話だからね。あれはちょっと難しいな。でも、ね、一応、うん。でも、よかったですね。はい。結局、南小栗町ですが、あの境目だけが、塗り石でね。あれ、道路をね、形状化されていったら、あれしかないから、ってことで。ね、それから絞っていったってことね。まあまあ、何も無理ないときで、なんでね。ないところで、19メーターで済んだんだね。ね。はい。最後、5問目が、真岡市ですね。本田技研ってから静岡なので違ったね。なんでね。栃木技研でした。はい。はいはいはい。真岡市ですね。はいはい。確かね、真岡ってね、カラフト城にもあったね。もうあれは僕知ってるんですけどね。栃木県、はい、こんばんは。再建。はい、お願いします。ありがとうございます。ね。お願いします。いただきます。ありがとうございます。はい。というわけでね、今日は、5問中2問がなんと、ゼロメーターあるわね。よしね、さっきね、大丈夫な。では、一応、はい、よかったらと思います。お願いします。それで、今日も、日本を、北海道から九州へ、頑張っていきました。で、来週もね、日本の人と共にね、日本の国をお散歩いたしましょう。はい、それで、今日も本当に応援ありがとうございました。ね、来週もよろしくお願いします。それで、またね、最近また、コーナーがね、出来ましたね、コーナーがね、またね、でこの気は言うことダメなんだね。ああ、これやばいってね、気を引き締めるとガーッと下がっていくんだね。でも、気が言うとこれはガーッと。これ7回目。いい加減ね、もうこれを繰り返しもね、嫌ですからね。もうそれでコーナーに行きます。気をつけたらね、軽症だって言ってもなんか、後遺症がね、結構怖いみたいなんでね、あれなんで、作ってくれるのコーナーには気をつけてください。それで、また来週もだろうね。お元気でお会いいたしましょう。それでは、お会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。お願いします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 。